今回の問題 IPv6 は IPv4 の改良版です IPv6 アドレスは何何ビットで構成されます OSI 参照モデルとしては両方ともネットワーク層に該当します IPv4 と IPv6 は互換性があるもしくはありません IPv6 の主な特徴として膨大なアドレス数があることヘッダが簡素化されていることフラグメントが禁止されていること IP アドレスの自動設定による〜何々があること、そして〜何々通信が廃止されていることです。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。IPv6 は IPv4 の改良版です。IPv6 アドレスは 128bit で構成されています。両方とも OSI 参照モデルとしてはネットワーク層に該当します。 ただ IPv4 と IPv6 は互換性がありません IPv6 の主な特徴としては膨大なアドレスがあることヘッダが簡素化されていることフラグメントが禁止されていること IP アドレスの自動設定によるプラグプレイの機能があることそしてブロードキャスト通信が廃止されていることですお世話になっておりますマサルです今回のテーマはこちら IPv6 の基本をテーマに一緒に勉強していきます。今回から黒本の第11章 IPv6 に入っていきます。IPv6 と IPv4 は異なる部分も多いので苦手に感じる人も多いのではないでしょうか。そういう私も IPv6 はちょっと苦手な科目です。しかし多くの人が苦手に思っている部分や今までできなかったことができるようになることに価値が出てくると思います。しっかり私自身勉強して ipv6 の情報発信をしていくので新しい章も一緒に勉強頑張っていきましょうあ最後におまけトークで ipv5 アドレスについても少し話すのでよかったら最後まで動画をご覧くださいそれでは始めていきます今回は ipv6 の基本的な部分を一緒に勉強していきますまずは ipv6 の全体像や背景を学んで 次回以降の動画でで詳ししく内容を学んでいきましょう IPv6 はこれまで勉強してきた IPv4 の改良版です改良版ではあるんですが IPv4 と IPv6 は似て非なるプロトコルです互換性はありません OSI 参照モデルとしては両方ともネットワーク層に属していますでは IPv4 というプロトコルがある中で IPv6 という新しいプロトコルはなぜ必要なんでしょうか その背景には IPv4 アドレスの枯渇問題があります IPv4 アドレスは全部で約43億個ありますがインターネットが膨大に広がることで43億個の IP アドレスでは不足することになりました IP アドレスの割り当てなどを担当している IANA アアからの新規割り当て分の IPv4 のアドレスは2011年に枯渇が発表されています 枯渇しているとはいえ、ユーザー目線では IPv4 の通信ができなくなっているわけではないので、なかなか実感しにくいですよね。では、なぜ IPv4 のアドレスが枯渇しているのに通信できているかというと、これまで勉強してきたプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを使い分けたり、サブネットマスクによる分割を行ったり、NAT の機能などを使って IP アドレスを節約することで運用できているからです。ただ、ずっとこのままの状況では良くないので、 抜本的にに解決するたための技術が必要になりましたそこでもっと膨大な IP アドレスが利用できる新しいプロトコルとして IPv6 アドレスができましたではどれくらい IPv6 のアドレスの数が膨大なのか視覚的に感じてみてくださいまずは IPv4 アドレス IPv4 アドレスは43億個です43億個は数字で表すとこのようになります 一方、IPv6 アドレスは340巻あります。巻という単位はなかなか見る機会がありませんよね。340巻を数字にするとこちらです。0が何個ついているのか数えるのが大変な数字です。ちなみに340巻という数は地球上の塵やホコリにまで IP アドレスを割り当てることができると言われたり、 人間の細胞を一つ一つに IP アドレスを割り当てることができるなどと表現されますそれほど膨大な数の IP アドレスが用意できているということです IPv6 のアドレスがいかに膨大なのかイメージがついたと思いますでは次にその他の IPv6 の特徴を見ていきましょう IPv6 には自動設定という特徴もあります今までは DHCP サーバーによる IP アドレスを設定したり手動で IP アドレスを設定していましたが IPv6 の場合はこの2つに加えてオーートコンンフィギュレーションによる自動設定機能がありますこの方法はルーターがネットワークのアドレスを配下のホストに伝えてホスト側では受信したネットワークのアドレスと自分自身が持っている MAC アドレスを使って1位の IP アドレスを生成する方法です。 MAC アドレスは基本的には1位の情報なので MAC アドレスの情報を使って IPv6 アドレスを作れば1位のアドレスができるということですねこのようにルーター配下に接続するだけでネットワークに参加できるようになるので接続するだけで利用できるプラグプレイの特徴があるとも言えます IPv4 アドレスではネットワーク内全体への通信としてブロードキャストの通信が利用されていましたが IPv6 の世界ではブロードキャスト通信が廃止されています。その代わりにマルチキャストの通信を使ってネットワーク全体に通信するようになっています。IPv4 で存在したブロードキャストアドレスというものは IPv6 では存在しないので注意しましょう。IPv6 ヘッダーは IPv4 ヘッダーに比べてとてもシンプルな構成になっています。こちらが IPv4 ヘッダー。こちらが IPv6 ヘッダーです。 IPv6 ヘッダでは送信元宛先 IP アドレスに128ビットずつ利用するため全体としては IPv4 ヘッダよりも大きくなっていますが構成しているフィールドに注目するととてもシンプルになっていることがわかりますシンプルな構成のためルーターのパケット処理も効率よく行うことができると言われています IPv6 ヘッダはヘッダが簡素化されていることも覚えておきましょう IPv6 はルーターでのフラグメントが禁止されていますフラグメントというのはパケットの分割を意味して経路中で待機幅の小さい回線がある場合にその回線に合わせてパケットを分割する処理のことですこちらの IPv4 ヘッダーを見てくださいフラグメントオフセットというフィールドがありますこのフィールドはフラグメント発生時に利用するフィールドですしかし IPv6 にはフラグメントに関するフィールドが存在しません この理由は IPv6 ではルーターによるフラグメントが禁止されて必要がなくなったからです。IPv4 ではルーターによるフラグメントはルーターに負荷がかかるものとして問題されることが多かったです。そこで IPv6 ではフラグメントを禁止するというルールになっています。ルーターによるフラグメントができないので送信元のホストが経路 MTU 探索というものを行い後先までの経路中の MTU の大きさを パケットを送る前に調べてフラグメントが必要ないサイズにしてパケットサイズを調整してパケットを送り出します。このような工夫をしてフラグメントが発生しないようにしています。それでは今回は IPv6 の基本について一緒に勉強しました。今回のまとめに移りましょう。今回のまとめです。IPv6 は IPv4 の改良版で IPv6 のアドレスは 128bit で構成されています。OSI 参照モデルとしてはネットワーク層に当たります。IPv4 と IPv6 は互換性がありません。主な特徴として膨大なアドレス数、ヘッダの簡素化、フラグメントの禁止、IP アドレスの自動設定によるプラグプレイ、そしてブロードキャスト通信の廃止などが挙げられます。それでは今回は IPv6 の基本について一緒に勉強しました。 もしよければ最後におまけトークも用意しているので最後までご覧になってください最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたそれでは久しぶりにおまけトークやってみたいと思います IPv4 アドレスの次が IPv6 アドレスと当たり前のように受け入れているんですがよくよく考えたら間の IPv5 アドレスってないんでしょうか IPv5 アドレスってどこに行ったんだろうなぁと思ってよくよく調べてみると実は IPv5 アドレスというのはあるんですね IP は IPv9 まであるそうです内訳がこちらですしっかり IPv5 もありますよね実はこの IP のバージョンというのは通常のソフトウェアなどのバージョンとは異なるそうです通常のソフトウェアなどのバージョンでは 大きなバージョンにつれて最新バージョンを表すのですが IP のプロトコルのバージョンというのは複数の団体が IP をより良くするために独自に開発を進めるためにその団体に対してバージョン番号というのを割り当てているそうですこれらの IP のバージョンの中から様々検討した結果次世代の IP のプロトコルとしては IP の V6 がふさわしいということになりましたつまり IP のバージョンの代償によって 優劣の差はないといととうことですね IPv6 の次には IPv7 が使われるとか IPv8 が使われるとか IPv9 が使われるとかそういったことではないということなんですねこのような知識は CCNA の試験とは全然関係ないのですが豆知識として知っておくと面白いですよねそれでは今回の動画は以上ですおまけトークまでご覧いただきありがとうございました